はい、えー、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、もうですね最近は嵐の曲そして、えー、大野くんの歌声解説の人間みたいになってきておりますけれどもいやでもね本当にもともとはね、えー、勝手に私が作ったもんですけども今年の1月終わりから2月の頭にかけてジャニーズ歌山ランキングというですね、えー、場合によっては失礼なようなランキングなんですけれどもそれを作らせていただいて1位に大野さとしさんをさせていただいて。 えー、その再生数がありがたいことに13万回再生だすごいたくさんの方に見ていただいて。 でやっぱ改めて大野くんのファンの方たちが非常に多いんだなということで、えー、まあそれ以降もねあのもう一回歌声解説みたいなことをお話しした動画まで10万回再生ということで、えー、これはもうちょっとですねたくさんの人が見てくれてますので、えー、細かいお話もしていかないとなとずっと思ってたんですけども、えー、1週間ほど前からそれを始めさせていただくとありがたいことにたくさんの方がですね動画を見ていただいた上に、 コメントを送ってててくれておりましてそこで「この曲もリクエストです」ちちゃんこの曲もレポートしてほしいです」というリクエストのようなコメントをたくさん送っていただいておりましてですねそれにぜひ私もできる限りお答えしたいということで、えー、ここ何日かはずっと皆さんのコメントを読みながらですねお話をさせていただいてるんですけども今回もですね非常に、えー、書いていただくこの曲の名前が多い。えー このどの方 ?KK さんという方もね書いてくれてますモンスターこれはねさすがにねあんまりちゃんと聞いたことないですっていう嵐の曲をねそんなこと言うのも失礼な話なんですけどという私でもですねほぼ歌えますね知ってますねこの曲はフーさんという方もモンスターと書いてますね、えー、もうなんかだ,いい <laughs> だんだんこうね投票みたいになってますけど そそう,そうほんとたくさんの方が書いてくれていて、うん、今ちょっとここにまとめてる中ではそんぐらいかな <laughs> いやけんじゃないかと思うかもしれないですけどいや他にもいっぱいあったんですよ今ちょっと上げさせていただいたのはそれでで、まあ、この曲は改めて、ね、さっきも言いましたけど聞いたことはたくさんありますけれどもこの、えー、最近よく見ている「嵐ライブツアー20172018」「アン タイトルという、えー、ライブ映像がですねこの嵐の公式の YouTube のチャンネルに本当に太っ腹で出していただいていてでこれのライブ映像を見ながらそしてその中にモンスターがあるんですねなので今日はですねそれを聞きながらちょっとレポートを偉そうにさせていただこうと思います、えーまあ、大野くんだけに多分ならないと思うんですけど一応この曲のメインは大野くんみたいな私勝手なイメージですけどね なので、えー、まあ、順番聞きながらちょっとお話ししていきましょう。それでは、えー、この先ほど言ったアンタイトルというライブ映像の1時間30分32秒。ここがモンスターのところですね。それでは、再生していきましょう。ドン。来た。で12時を少し過ごろ。後ろ側の映像もすごいね。これは4人でみんなね、ユニゾンって歌ってますね。 そう来たよ。はい、ちょっと一回止めましょう。<laughs> ちょっと止めてしまいました。ここの部分だけでね。すごいいいところがいっぱいあるよ。はい、急に中国人みたいなんです。 はい、中国人の人はそんなこと言いませんよ。はい。いみんなのイメージねい、あるよみたいになっちゃいました。ちょっとね、もう一回今のソロのとこ聞きますね。4人がコメロディー歌った後、大野子ソロ。闇の焼け火で僕は目覚める夜の闇へアンスター たまた止めましたけどあのね「闇へ」って伸ばすところの「絵の音とで「君をいさらう」っていうこの高い音が2個出てきますけどこれはね私の今聞いてる感じですけど2パターンの出し方をこう使ってるんじゃないかなとで「闇へ」の方最初の高い方は遠くに出しに行くうん。 まあカラオケでみんな歌うとマイクここにありますからどうしてもマイクに向かって歌っちゃう人結構多いんですけど今の大野くんが歌ってるのを聞くと「闇へ」って遠くに出しに行く絵の音そうすると声の通りがスコーンと良くなってですねえ抜けのいい音と私たちが言ったりしますけどそういう音がこの部分は出てるでその後ろの「君をいざたらう」のこの「う」になった場合は「う」っていう音はね 発音すすると口口がこうなんていうのおちょぼ口みたいになりますね普通に発音するとでそうすると声の響きがこう出にくくなってしまうからそうなった場合に前じゃなくて今度はね上っ側っていうかね顔の中っ側の方に「君をいさなう」ってこう中に響かせにいくっていうそうすると右行の高音の声が出やすく なななるんじゃいいいかなとううふうに思いますで今聞いててもなんかそういう違いがあるんじゃないかなということを今ちょっとね聞いて思ったのでまず止めてしまいました「モーン」の時にこう踊りと一緒にこうやってこの辺をぐるっと回してますけどあれなんか出してるイメージの流れの動きなんじゃないかな私の勝手な想像ですけどはいこの「高尾」と2つも出し方がちょっと違うように私聞こえましたのでちょっと止めてしまいましたが続きいきましょう「モーンスター」から。 炎がブッと出てるころから再生ポンすごいすごい炎出てるよこれきっと熱いと思いますこれね <laughs> <laughs> A メロ曖昧ですね私 <laughs> これはみんな同じフレーズをね歌ってもね「ララ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 っララ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 ラ エメロ？ビメロ？エメロかあ。あなたがいい。ちょっとここでね、流すメロディー。テンポが緩くなってね、解放されて。夜が明けるまで近くにを僕の出逢う。いいね。もう、ね。 <laughs> モンスターいかない1回目モンスターいきませんよ皆さん、ええ、今騙されましたこれもルーだね「タ」は出しやすいね口がわっと開きやすいから、まあ、基本的にはあの最初のね大野君のソロのとこ以外はみんなでこうユニゾンって言っての同じメロディを歌ってる感じなので、まあ、混ざりがいいね5人の声がね モンスターえもうこれ終わりちょっと後ろの時計がカチ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 あもうチキソ球早々になっちゃったよ <laughs> えすごい私の思ってるモンスターよりもちょっとちっちゃい極小モンスターでしたね私の想像よりもあそうかいやこれは <laughs> ももううちょょっっっと長く聞きたかったかなななて正直な感想ですけどもまあしょうがないねこれはあのライブ映像そのまま見てますし、えー、毎度のことなんですけど私最初に事前にどんなものか見てないで今急に見始めてますのでもうすぐ遅刻早々になってしまいましたけどもいやでもねやっぱりあのさっきの「モンスターは」は、えーまあ、今のこの音源ライブ音源だけ聞くとやっぱこうね嵐の5人のうちの他の4人の声というのは、まあ、一瞬ねソロでちょっと、えー 細かいフレーズを歌っている部分もありましたけども基本的にはみんなで、えー、同じメロディーを歌うユニゾンというですね、えー、歌い方をしてて最初のねその大野くんのソロのところが非常にまあかっこよく目立つ曲でありましたので先ほどちょっとお話をさせていただいた高い音の出し方で、えっと、この、まあ、私の想像ですけどね大野くんがその遠くに出す高い音の出し方と 顔の内側というか上側に響かせに行って出しに行く出し方これをまあその場面場面で交互に交互じゃないね他にもいろいろあるかもしれないですけどその場面ごとで一番適したものを使うことによってえ本来苦しくなりがちな高い音であったりえ安定させるのが難しい高い音でもですねえなんかこう安定感のものすごいある声が出てくると。しかもそれをですね結構こうまあ いいんですけどね、他の歌手の人とかを見てると顔の表情とかでこの上の方に上げる時なんかはとこの辺はねこう狭めてですねこの辺に、まあ、目をギュッてやったりする人とこの上の方に確かに集まりやすくなるのでこうやって高い音出しに行く歌手の人とか皆さんねたくさん見たことあることが合うんじゃないかなと思うんですけどそういうふうにやってここに当てに行くとかっていうことはよくあるんですよね。うん でまあ、そういう顔をして歌う人も決して悪いわけじゃないと思うんですけど大野君のその高音出す時とかね、まあ、踊りながら歌う時もそうですけど本当にサラリンとやりますよねサラリンとでこれがね本当に素晴らしいところだなと私今までの動画でも何回もお話ししてるんですけどすごいことをやってるはずなんだけどもすごいように見せないという。 これは非常に難しいわけですよね。えーまあ、全然歌関係ないですけどすっごい重たいものを持ってるのに顔は平然としてるみたいなそんな感じです。で実際高い音を出す時っていうのは結構腹筋だったり背筋にグッと力を入れに行った上でのその当てる場所になってくると思うんですけどでもこのお腹の方とかね背中の方に力を入れてるという感じがあんまり表に出てこないというのが、まあ、プロのこうパフォーマンス すもちろんだからさっきも言ったみたいにその顔をわーってやりながら表現するというやり方ももちろんありますけれどもなんつったってこれ踊ってもいますしねでアイドルでありますからやっぱり表情とかね目線とかそういうものでもやっぱ魅了していくと非常に難しいお仕事だと思うんですけれどもそれをさらんとやっていてなおかつすごい高度なことをやっているという風な ところがやっぱり凄さの秘密じゃないかなというふうに思います。ということで今回のモンスターですね、もうちょっと長いものだと思って私あのお話しし始めたんですけど、あっという間にチキそうそうになってしまいましたので、ちょっと曲の部分は短かったですけれどもそんな中でも私が 思ったたことをです、ね、お伝えさせていただきましたので皆さん少しでもカラオケを歌ったりする時の参考になっていたら嬉しいなというふうに思います。ということで今回もこんな感じで最後まで見ていただきまして皆さん本当にありがとうございました。